点差、残り1分45秒、横浜、田村入れ替わる、田村ダブルクラッチ、華麗なダブルクラッチ。ずっとね、ダラルとユートフのやり合いありましたからね、河村の華麗なダブルクラッチ。先ほどは少しスリーも決まった河村です。またスリーだ、いいことだと思いますね。ただこういうところで決めるのが河村、こういうプレーが前半でできたという、これもいいプレーだ、オリバー自分がタイムアウトです。インサンテインサンにすると非常に分からなくなります。ゲームのクロックが5秒、ここは広島絶対守らなければいけない。河村打ち抜いた、タイムアウト。あのステフィン・カリーの有名なポーズ、いやすごい。堀川さん、ここに行っていく、しかしスピードがある、河村だ、手伝っている、どうする、スリーポイント、あーうわー、決めたー、河村のクラッチシュート。試してたと思うんですよね、まあ、それこそ周りが点取れれば、まあ、他の選択肢も持ちながらですけど、なかなかちょっと上がってないなと思ったら、もう自分がやるしかないっていうところの、もう3つ目はもう自分ですよね、今日も河村選手に対して3つマッチで、しっかりこう得点つけてましたからね。川村はスピードを上げて、レアップ、川村連続得点、川村止まりません。これ水野選手も、はい、チャレンジしたんですけど、この角度ですね、ここから確実に取ってますからね、この辺りもさあ、つけますね。さあ、スコットに預けです、スコット昨日からの修正点、まずはこのインサイドでのこの攻防というところですか。そうですね、やはりディフェンスの